7月10日、ドイツサッカー連盟は、カタールワールドカップに臨む同国代表のメンバー26人を発表した。旧西ドイツ時代を含め、18大会連続出場となるドイツは、欧州予選、グループ J を9勝1敗で危なげなく首位通過。グループステージ敗退に終わった前回大会の雪辱を果たすべく、気合も十分だ。発表されたメンバーは、GK マヌエル・ノイアー、DF アントニオ・リュディガー、MF ヨシュアキ・ミッヒ、FW トーマス・ミュラー、FW レロイ・ザネラ・タシ生成のタレントが順当に選出。17歳の神童 FW ユスファムココや、秘密兵器とされる29歳 FW ニクラス・フュルクルクが初招集、14年大会のファイナルで決勝点を挙げた英雄で、17年11月以来代表を遠ざかっていた MF マリオ・ゲッツェもサプライズ復帰を果たしている。ゲッツェのように決定力のある人間が入るのは日本にとって脅威だと思う。同じチームの鎌田より決定力という点では上だと思う。一方で、マッツ・フンメルスや故障中のティモ・ベルナー、マルコ・ロイスらは戦外となった。予選やネーションズ見る限りドイツの DF ラインは過去大会と比べてかなり不安定だと思う。その代わり中盤の質は全体でもトップかと。バイエルン中心で組めるのも準備期間が短いのでなおさら大きいですね。 E 組に入ったドイツは初戦で日本代表と対戦、2戦目にスペイン、3戦目にコスタリカと相まみえる。ここ最近の国際試合の成績がそこまで良くないこと、スペイン相手の相性が悪いことを考えると、日本がグループリーグを突破するためにはドイツを退けるしかない気がしてる。非常に名の知れたなプレイヤーが多い。ただミュラーやノイアーもだいぶ年季が入っている。絶対的な選手とは言えなくなってきてはいる。ゲッツェや17歳には脅威を感じない。日本代表にワンチャンあるとは思っている。鎌田を中心に一泡吹かせてほしい。丸、コロナ禍のルールとして23人から26人に増えましたが、プラス3をどう使うかで監督の思考がよく現れています。フリック監督はベースの部分はすでにあるという前提で、勝負をかけるオプションに全振りしたように思います。もちろん、ムココもポテンシャルは十分にあり、武器になりうるタレントということ。日本は現在パリ五輪を目指す U21 代。ブンデスでいうと、堂安は3位フライブルクのエース格でプレーしてる。鎌田も4位フランクフルトのエース格で、大手メディアの採点でブンデストップに立っている。遠藤航のブンデスにおけるデュエルの強さは言わずもがな。他国を見ても久保は3位ソシエダの主力でプレーしており、三笘は6位ブライトンで主力に上り詰めて、最もプレミアを騒がせてるルーキーの一人になってる。プレミア首位のアーセナルにおける冨安の圧倒的な安定感は言わずもがな。当たり前だけど素晴らしいクラブに所属する素晴らしいメンバー。見るからに強そうだが、日本の B または自分のために頑張ってもらいたい。目に留まれば一躍ビッグクラブ移籍もある。それも人参、自分を売るチャンス。ドイツもスペインも優勝候補の一角だし、絶望的なが GL で世界の誰も日本が突破すると思ってないことは事実なんだけど、ここの戦力を見比べると、昔ほど絶望したり強豪国は別の宇宙にいるように感じるほどの差はないんじゃないのかな。すごく上ではあるけれど、ライオンと猫の差じゃないでしょ。ドイツからしたら2戦目にスペイン、初戦の日本相手に絶対に勝たなければならない相手。引き分けすら許されない。油断や慢心なくやると思う。
取れる点は1点でも多く取りに来ると思う。そんなドイツ相手に対峙する日本、どのような戦いをするのかな。どれだけ多くの人が日本は勝てない、勝つのはドイツと言おうとも、自分は日本を勝ってほしくて応援します。日本はヨーロッパと相性が良いなんて言われてるけど、今まで W 杯ではイングランド、ドイツ、フランス、スペイン、ポルトガル等とは当たってこなかっただけ。やる気の低い親善試合で良い試合をさせてもらってただけなのか、本気出してくる時でもヨーロッパ強豪と良い試合ができるのか見物ですね。